はい、どうも皆さん、こんにちは、ミザでーす。本日はですね、今回の古戦場の感想を視聴者に聞いてみようということで、まあ、僕が使ってる Discord っていうアプリで、まあ、ミザサーバーがあるんですよ。そのミザサーバーの方で、今回の古戦場どうだったっていう風に聞いてみたんで、まあ、ちょっとその反応を見ていく動画でございます。はい。まあ、ここはこうだったとか、例えばだけど俺が言ったの、水着メデューサとかはね、結構やっぱいなくて辛かったとかは、そういう意見とかはツイッターで見たりとかしたんだけど、まあ、ちょっとそのあたりの個人的な感想とか、まあ、これ欲しかったなみたいなのあったらちょっと、なんかあ確かにって思ったりするっていうただそんな企画でございます。はい、まあ、あんまね強い言葉は使わないようにしましょうということでやっていきましょう。よろしくお願いします。はい、まず一人目、マグナイだけど池だけどクソ火力高くて辛いと。なんか今回独特だったよ、面白い敵が来たような気がする。正直個人的な意見を言っちゃうと、まず面白い敵が来たなと思ってて、なんか今までの古戦場の波を打破するような、なんか独創的な、今までのあ古戦場、ああこういう感じね、ああよこういう感じねみたいな、なんかテンプレじゃないやつが来たなって感じはしたけど、まあクソ火力高くて辛いと。まあちょっとそういう意見もありましたね。うん、俺はね面白いボスだなとは思った。クソ火力高くて辛いは同意。はい。でもう一つ、マグナにアビヨダメ欲しかった。これはね本当にそうかもしんないね。マグナにアビヨダメ欲しかった、これは面白い意見じゃないですか。例えばアテナのニアビーとかもそうだし、まあ、メデューサのニアビーとかもそうだし、まあ結構多段アビリティダメージ系キャラ、一個前の動画でキャラクターティアリストみたいな動画を上げたんですけど、その動画の際にネモネとかも入れてたんだけど、ネモネのローゼルリースとかも多段アビなんだよね。アビヨダメが欲しかったのは確かにマグナは感じるかもね。だって2倍ぐらいダメ違ったかもしれない。200万ダメージとか出てたら、多分神石編成で火の竹槍2本入れてたら400万ぐらい出てたりすることもあるかな、状況によっては。はい、まあアビヨダメ欲しかったのはそうかも。てか竹槍のコストが高い、火属性はそうかもね。竹槍のコストが高いっていうのが純粋にあるかもしれない。竹槍持ってる持ってないは、まあうん、いやまあまあそうだね、竹槍はまあ欲しい人もいたかもしれない。ただ200ヘルのクソ早いよっていう編成を見ると、まあ意外と竹槍入ってない人もいましたね。うん、ただまあその場合パーケン3本とか言ってたけどその場合なおパーケン3本とか言ってたんだけど、まあ竹槍なしとかも一応ありはしたね。アビヨダメ欲しかった、わかるね。150より95のが時速が出たので95に帰りましたということで、まあこれはね考えてもいいかもしんないね。お肉の消費数に目をつぶれば、速度的な面で、時速的な面では、難易度1個下げた方が良かったりすることは本当にある。これ本当にあるんですよ。ただお肉の消費数、肉の消費に対するコスパだよね、言うなればが落ちてしまうっていう感じ。ただタイムパフォーマンスは上がるみたいな感じかな。ただしまあ最近の古戦場ってお肉を集めるのがそんなに難しくはないじゃないですか。うん、だからまあ95ヘルの方が時速が出たので95に帰りましたっていうのはクレバーな選択肢の可能性もある。お肉集めるのがめんどくせえよっていう人は150やればいいと思うんだけど、お肉集めるのがそんなに苦じゃないし、まあ、時速こっちの方が 出たからこっちの方がいいやって思うのであれば、まあ、95ヘル周回の方に戻るっていう人もいるみたいだね。これも確かに面白い選択だよな。はい、パー様いなくて辛かったパー様ね、1個前の動画にあげました。僕もパー様全部で使ったくね、確かにね、そうなんだよ、パー様これいないと辛いね、確かにそれはそうだ。パー様いなくて辛かったはそう、ドンマイではある。これはパー様いなくて辛かったはドンマイだな。肉集めも95も150も100も200もパーがいたそれがいなくて辛いはかわいそう、ドンマイで、石化が通るという救済措置ということで、まあ、これはあれかな、メデューサの弓の話になってるかな。俺正直あんまよく詳しく知らないんだけど、
あれだね、このメデュシアナフロートっていうのが評価高くなってて、奥義効果に魔眼の石化効果あるんだよね。まあ4突すると、防御ダウン、消去負荷防御ダウン累積みたいなのもあるんだけど、この魔眼の石化が効いてたんですかね。なんかクソ早かったみたいだね。6分台とかで全然フルオート 200L フルオート6分台とかが、ね、メデュシアナフロートだとできるみたいな、まあ、そんな感じの話は聞いてたんですけど、まあ、いかんせん俺メデュシアナフロート2突なんだよね。二突はできる。二突にはなってんだけど、あと一本。いや、これにヒヒは。って思ってたら、動画作る間もなく、なんか、はい、今です。今です。孔明の仕業か。で、微妙だと思ってた芝最終が 200L でちゃんと活躍してくれた。ということで、まあ、芝最終はね、かなり活躍してた印象だね。まあ、消去不可能なデバフとかもあるし、芝最終は俺はね、肉集めでも使ったんだよね。これ一個前の動画でも言ってたけど、うん。まあ、200L でも使われてたし、俺は肉集めでも使ったしで、まあ、芝最終は要所で刺さるような感じになったのかな。今後の 200L もね、まあ、もしかしたら芝最終とかを使うシーンはあるのかもしれないなって思うと、まあなんか、うん、いい最終だったのかもしれないね。まあ、恒常的に使う感じじゃないからね、芝最終は。そういう意味だったら、まあ弱いっていう気持ちもわかんなくはないけど、まあ、200L ではね、ちゃんと活躍してくれて、それはそう。で、水着メデューミのロビンフットが強かったということで、まあ、メデューミロビンフット、まあ、ちょっと言ったんだけどね、まあ、これはなんか評価が今高いっていう編成みたいです。まあ、俺は諦めたけど。はい、リミパー様もミカエルも水着メデューも必要パーツがなさすぎて辛かったということで、まあ、キャラクターがやっぱいなくて辛いっていうのはある人はあるだろうね。まあ、正直そういう場合は難易度を下げるっていうのはマジであり。うん。200L やる必要ってないからね、正直。150ぐらいでちょうどいいんだよな、ぶっちゃけ。200は、なんか、暇なやつが頑張る感じ、正直。150がギリギリちょうどいい説はある。まあ、キャラクターのパワー、装備パワーが、ハイエンドの人向けだよね。当たり前なんだけど。一番難易度高いやつだから、ちょっとこう、ハイエンドな、もう装備完成してますよって人が、より効率を出すために、やられてるのが 200L っていう感じがする。難易度を下げるのもね、手かもしれない。こうやってなんかキャラクターがいないよっていう場合は、うん、全然ね、難易度下げるのはなんか悪くない選択だと思う、俺は。で、水着メデューサ強すぎ案件。いや、これ予想外だったな、俺正直。みんな予想してた水着メデューサ。俺あんまり、水着メデュー、いやー、ねえだろって思ってたんだけど、クソ強かったわ。水着メデュー強かった。マジで強かった。まあ、1個前の動画でも S ティアにさせていただきました。年明けにリンクス切って水着メデュー取ったけど、レアだね。それに足る活躍をしてくれました。ということで、まあ、ここでリンクス切るのはね、ありだったかもね、正直。だから、水着メデューを執念サプで取ろうって思う人も出てくるんじゃないかなっていう風に思うぐらいには、水着メデューパワー感じだ。今後 200L 水着メデューずっと使うかもね、かもね。ディスペル持ってるからさ、うん、ってぐらいにパワーを感じたキャラでした。みりんちゃんに救われた。あ、それね、ちょっとなんか話は聞いてたんですよね。みりんちゃんも強い。なんか入れてる人たまにいるよね。このみりん。このひみりんですね。ひみりんが結構強いっつって採用してる人もいた。俺は採用しなかったけど結局。なんかみりん採用してる人もいたような印象だね。これかな？スイカ祭りでござるかな？敵が特殊技使用時に、散々が即時使用可能。大きなスイカがある場合、スイカ祭りでござるが発動ということで、まあこれによってですね、弱体効果2ターン短縮して、敵のデバフを避けていけみたいな、まあそういったのもあるのかな。うん、まあまあまあ、まあこういった、みりんが意外なキャラクターが使われるっていうパティもあったみたいだね。で、ディスペル断面には辛い子戦場だった。まあ主に水着メデューだけどなくて辛かったっていう話だな。まあ確かに。ウィルナスが思ってたより強かった。これはあるね。ウィルナスね。まあ正直なんかやけどおじさんだろうって思った。ただのやけどおじさんだと思ってたら、とんでもないパワーを発揮して、なんか200ヘルも使われてんだよな。なんか全部、なんかミカエル、パーシバル、ウィルナスのなんか全部これだったよね。マジで。手動が。すごいハイパワーおじさんだったな。はい。シュレディンガーが活躍した200。シュレディンガーが活躍？シュレディンガー？水拭きだけど、シュレディンガーを活躍させたのか。まあ、みりんが、例えばだけど、刀の数に応じて以下の効果を順に得るっていうので、まあ、水の刀なんだけど、
まあシュレディンガーで刀枠1枠貯まるっていうのと、あと覚醒タイプだね。覚醒タイプで HP が 55% と防御力が上がるから、まあミリンプラスシュレディンガーみたいな組み合わせはあるのかもしれないね。まあそういった、動きがあるのかな。はい、まあ、活躍した人もいるみたいです。リミパー、リミミカエルいなくて辛かった。残念。引けててよかったメドゥちゃん。パーケン持ってないのが辛い。パーケンの数は正直感じたな。200ヘルはフルオートの編成とかも見てても、パーケン3本入れてたら、あの火の剣、名前なんだっけ。滅人剣を入れなくてもよかったりもしたんですよね。そう、滅人剣は、まあ、優秀な剣種武器ではあるんだけど、まあリミパー剣を入れておくと、ロードオブフレームを入れておくと防御力が 25% 条件を満たせばね上がるんですよ。だから、まあ、これで防御力を 25%、50%、75% っていう風に上げてあげて、まあ、それで、耐久していくっていう構成をしてる人もいたね。そう、リミパー剣がなくて辛かったっていう人もいそうだなとは思った。俺もね、1本じゃなくてもう1本欲しいなって思った。結構リミパー剣で防御力上げたいなって思いました。で、水着メデューサが最強だった、割と前評判低かったウィルナス芝が活躍してて助かった。200はフルオートだと強いけどセミオートでやると回れるぐらいでいい難易度。まあ例えばだけどアンスリアニアビ1ポチとかね、まあ蘇生薬1個もうずっとデスク仕事をしてて、左側の画面にね、なんか、サブ画面に、グラブルを振ろうとして流してたら、まあ、蘇生薬1個使うっていう手間は別にそんなに問題ないからね。まあ、そういう意味で言うと、セミオートだと回れるぐらいっていうのも、まあ、また基準ではあるよね。本当に人によってくる部分ではあるけど、うん。セミオートでやる、蘇生薬を1個使うとかも、また道ではあるかな、とは最近は思ってますね。はい。リミパー持ってなくて手動やる気起きなかった。手動リミパーないと確かに手動やる気起きないかもな。フルオートで生きていきましょう、俺と一緒に。マグナだけど初めて5000以内維持してて楽しい。あとウィルナス活躍が嬉しかったと。どうもおめでとうございます。アテナ、サティロスいなくてフルオートができない。やっぱ難易度下げるのもありですね、そういう場合は。そう、難易度を下げちゃって200は無理だけど、でもアテナ、サティロスいなくても150はできるからね。まあそういった感じで、難易度を下げるってのもあり。ウィルナスなくて手動もフロートもできなくて辛すぎた。ウィルナスなくてもなんかできそうだけどな。まあ攻略編成では組めないかもしれない、最速編成では組めないかもしれないけど、なんかどうにかなりそうな。ウィルナスならどうなんかごまかせそうな気がしなくもねえわ。パーシバル、ミカエル、パーシバルはまあ欲しいじゃん。なんか他2人なくてもどうにかこうにか背伸びできないかなーってちょっと思っちゃうんだけど、どうなんだろうね。三河のもう一本あったらワンターン縮められたのに。これはあるね。これはマジである。三河のあと一本あったらもう一ターン縮める。なんか三河、そこから次があるんですよ皆さん。三河のもう一本あったらの次は三河の四突してたらもう一ターン縮められたのにってあるんだよね。という、まあ、どんどんね、人の欲望は再現を知りませんが、僕もですね、三河のがね、一本不思議と四突されました。僕もする気なかったんだよね。本当にする気なかったんだよ。なんかね、四突されたんだよね。気づいたら。びっくりした。7% 上がった。強くなった。次の段階があるので、人の欲望は、とどまるところを知らないので、楽しんでください。星の物のおかげで200回れで気持ちいい。逆にこういうのもあるよな。いるから、いなくてできなかったっていうのと同時に、いて楽しいっていうのもあると思う。これもね、グラブルの醍醐味です。目でいなくて完全フルオートは150に逃げました。正しい。裏にずっと置きっぱなしのミカエルの LB クラス。わかる。まあ、220まで上がってて、古戦場機関の雫キャンペーンうめえなって思いました。さ、ミカエルの LB 上昇早すぎない？みんなどんなになってる？俺もさ、今88なんだよね、LB クラスが。まあ、あんまやってないんだけど。88？ 早くない？え？最近出たよねと思って。最近出たはずのミカエル、こんなに早いと思って、俺驚いたわ。確かに。ミカエルの LB クラス上がるの早すぎとは思いました。可愛い星友を輝いて嬉しかったと。まあなんか結構星友推しの人多いから、まあ、星友輝いてくれて嬉しいって人は結構いるね。欠損あっても150。欠損ってやめた方がいいよ。ちなみに。マジで。これ、アドバイスだけど。欠損ってやめた方がいいです。
うん、これあんまね、あんま好きなワードじゃないな、俺は。100エール主導で、ルル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 ル。芝最終が200エールいけるという話が出たけど、芝は活躍する前に倒されて辛い。あー、50% の特殊受けて、通常で落ちるっていうパターンですね。耐久力上げるか、まあ、アビリティのタイミング、まあ、ディスペルとかを、ディスペルミストみたいな動きをこう、しっかり入れられないと、やっぱりちょっとね、芝最終、まあ、200L で単純に活かすのも、少し装備がいりますね。耐久力がいるね、芝最終を活かすんだったら。まあ、HP を増やしてあげないと、ちょっと芝最終 200L で 50% 未満のところで、HP 全回復使うっていうのは、難しいかもしれない。耐久振らないと難しいよね。これは俺も試しました。150でウィルナス強かったテスト、まあ、ウィルナス強いよね。普通にフルオートでも優秀だしな。結局ベルゼバブ最強。まあまあ手動だったら特にやっぱバブさん最強ではあったかもな。200より150、100より95が一番効率よかった。こういうことよね。要するに装備によっては難易度下げて、まあタイムパフォーマンス上げた方がいいことも結構あるんですよ。一番効率いいシーンは。ただまあ肉消費が増えちゃうから、まあお肉の個数を気にしないのであれば、なんなら95やった方が早いよっていう人は結構多いはず。はい。でマグナですが、水着メデューと最終芝のおかげに 200L 周回できました。おめでとうございます。やっぱ水着メデューだよな。これ水着メデューは優秀。ウラーラナン地味に助かった。わかるわ。あのさ、列勝痛すぎな。マジで。5万とか、シャレにならんから。1万かける5ターンらしい。ウラーラ、まあ、ウラーラナンがいるとね、列勝がクリアできるので、どうにかなるっていうのは助かるな。うん。競技の瞳システムは今後のスタンダードになる可能性高いなと感じた。特殊技のみ対応してディスペルだけやってればよかった。これまでの戦法じゃ通用しなくなりそう。通常攻撃にも対応しなきゃいけないから編成がより難しくなったなって。今後のスタンダードは確かにあるかもね。結局さ、特殊技、まあ、でも150とかも特にそうだけど、火力があればどうにかなるっていう、その、ブレ幅は正直面白かったね。うん。火力があれば HP 特殊食らえるから、その特殊技食らってどうにかしていくみたいな。特殊技は固定だから、CT マックス特殊を受けることによるランダム性っていうのは、やっぱり俺は面白い要素だなって感じだね。なんか、ブレ幅がある。安定しない。ドキドキ感があるって言ったら、ちょっと、なんか褒めすぎかもしれないけど、まあ、なんか難しい部分を感じたな。考える余地が あるかもしれない。今回の古戦場はちょっと考える余地あったよな。昔よりも。うん。ギミックに対しての回答を頭使ったいいボスだったと思います。なんだかんだいろんな選択肢を試せた古戦場かなと。ということで。まあ、こういうことだよね。俺もね、なんか、もう確率的な回答じゃなくて自分なりの回答が出たっていうところは、俺は正直面白いところだなっていう感じだね。はい。ということで、まあ、いろんなものがあったんですけれども、まあ、時間的に多分、結構20分くらい喋ったような気がするんで、こんぐらいにしておこうかなと思います。まあ、最初のね、初日のトラブルとかがあったんですけれども、まあ、いろいろとね、特殊なバフとかもあったりして、まあ、対応どうしようかなっていう風に悩んだりとか、まあ、例えば、パーシバルの剣の本数とか、ミカエルの武器とか、水着メデューサー、キャラクターいなかったらどうしようとか、もう単純にこれおすすめだよって言われて、ポンって出されて、まあ、でも、パーキンがないからな、パーキンなくても適当でいいか、どうにかなるでしょうと思ったらどうにもならなかったりするから、なんかこうそこが自分なりの調理をね、料理をカランカランカラン料理をしなきゃいけなかったなっていう風に思ったのは、まあ、なんか対応力求められてる感じがして面白かった。まあ、逆に言うとその対応力みたいなやつって、なんか攻略サイトを見てそのまんま編成やってクリアするよみたいな感じの人だったらちょっと難しかったし、まあ、意見の分かれる部分はあったのかもしれないなとは思った。ただ俺はね、結構今回の個性戦場は面白いボス来たなとは思いましたね。はい。まあフルオートばっかやってたんですけど楽しませていただきました。ということで、視聴者さんの評価、視聴者さんの、今回の古戦場の反応を見ていく動画でございました。皆さんもね、ご意見あったら下のコメント欄で教えてください。またやるんでね、まあディスコード入っててくれるとこういった企画参加できます。よろしくお願いします。それじゃまたお会いしましょう。じゃねん、バイバイ。